太陽チャンネル。はい、ということで皆さんこんにちは。太陽チャンネルのパパとママです。こっちっちゃ恥ずかしいからということで、サムネにもある通り、はい、今日ね、ガチのラストドライブです。はい、はい、夫婦ラストドライブ、いよいよこの時が来たとは言っても、はい、サムネ釣りっぽくなったんですけど、実は本当のラストドライブで、そう、うん、この車がね、この車が実はラストドライブなんですよ今日。でなんでかっていうと、2017年の11月から12月にかけて、なんとこの車3回当て逃げされております。はい、はい、さらに2017年のあれ2月ぐらいやったかな、2階の雪がすごい積もってて、その雪が思いっきり目の前で落ちてきて、ボンネットがへこんでるんですよ、はい、怒って、それを春ね、雪がだいぶ明けてから気づいたんですよ、ね、後から気づいたっていうね、目の前で落ちてバーッと駆け寄ってみたんですけど、やっぱりその時雪が積もってたからね、分かんなかったんですけど、前に大丈夫か、大丈夫だね、まあまあ顔はかろうじて映ってる、ってるこんなこともあるんですよね、トラブルが、まあそんなこんなで今日でこの車さよならということで、何年乗りましたか。今3年半乗って、まあまあ車ボコボコだし、まあ変えようかなと。ちなみに当て逃げされたそのボコボコになった動画がこちらです。どうぞ。はい、ひどいでしょ。で、こんなん2、3ヶ月の間になるかっていう、ね、当て逃げされやすいんかな、うん、なんで今度はちゃんとドラレコをつけてね、ドラレコをつけて次の変更点とすれば両ドア自動ドアにしたっていうね。で、あとはやっぱ家族なんで、何かとあの 100V の電源ね、それはありがたい、必要なんですよ。なんでそれを車内にまあつけたぐらいで、まあよりあのファミリーカーとしてね、いい感じになったんじゃないかなと。すぐボロボロになるんだけどね。ただね、あの次回買う車もグレードはあの一番低いやつね、低いやつにしないとあの8人乗りがない。そう家族が多いからね、家族多いからね。であとね、やっぱり今のあの後期型30系だったかな、の後期型ってあの流れるウインカーを憧れてたんですけど、あれね、なんと、次回買う車のグレードにはつけれませんでした。残念。もうそこが唯一ちょっと悲しかった点かな。まあ子供がみんな小学生ぐらいになったら、ね、そうみんな大きくなれば、まあまあまた変えようかなっていうところで、あとね、もう一点、その次回買うグレードにつけれないものがもう一つあったんですよ、はい、やっぱ子供がいる家って、はい、あの後ろで寝ちゃうじゃないですか、子供って。でその時に光が入ってきてかなり眩しいんで、あのその遮断する何ですか、あの黒い、なんだろう、あのカーテンみたいな、ブラインドか、そうやつが、なんとそちらもつけれませんでした。ひどいよね、私の車にはついてるよ、K なのに。今時ね、K でもついてるんですよ、あれオプションでつけてくれたらいいですね。そうひどいよね。もう型が全然合わないということで、それもつけれない。おかしいよね。まあ何かと不便な、そういう欠点もあるんですけど、ファミリーカーとしてはいいかなっていうところです。はい、じゃあこの後新型アルファードになりますからね。じゃあこちらです、どうぞ。帰り、何翼、お父さんの車どこだ。翼、お父さんの車、黒に塗った。うん、白はどこ行ったの。もうさよならした。
どう？いい感じ。うん、よかった。はい。新しい車どうですか？もう新しい匂いがする。新しい匂いがする。前のやつ。太陽とかがお菓子食べたのがもう下にボロボロ落ちてたからね。もう落ちてないからね今。